て。よいクエンギー、変わった変わったね、よっしゃ、よいクエンギー、よっしゃ、よっしゃ、無理や無理、よっしゃ、うわ明るいな、やっぱり明るいな、5時12分5時12分やのにもう明るい、ヘッドライトいらんわ、恐ろしいほど早いで、30分早く起きたのにな、もう見えとるやん、起きたいよ、さあまだ来てないな、めっちゃ明るいな、ヘッドライトなしやん、いい雰囲気、雨も9時にずれたし、釣れそうな雰囲気やな、釣れるで今日は、釣れるで、網ないな、網上げられてるな、漁船結構出てるな、すごい漁船出てるで、昨日出てなかったもんな、中潮2日目一番好きな日や、釣れる釣れる今日は釣れる、けばつくと思う、ちょっとピー一回なかな、分かる分かる、こうの3000円のヘッドライト明るいわ、ちょいな、今日ブリ来そうやもんな、ブリが来たらこれ切れるで、材料は取り除こう、3、4、5回回して刺すだけ、いや、はい、これだけ絶対取れない、この時間やったら外交すぐさん寝坊してないでな、痛いよ、よっしゃ、さあもう始めるで、クスクスさん来えへんけど、よっしゃ今満潮やな、これ以上水が上がってこない、よし今日こそ入魂だ、今日こそは入魂するで、全然気づいてない、綺麗やね、ピカピカにして18分19分12度、今日あの杭は東南東の風に、おりゃー、これでも昨日より10分しか早なってないんか、おお光って帰ってきてるの見えるわ、いいね、
時間にボラ跳ねた。9時21分か。ボラ跳ねたで。早っ。ないこと釣りできるな、いつもより。11月やったら1時間半しかできへんかったのに。2時間以上できるやん。おぉ、おはようございます。久しぶりですね。もう見て明るいでしょ。そうなんですよ、目の前潮目なんですよ。もう昨日5時半からスタートして完全にドキドキタイムと終わるぐらいの時間やった、明るさやったから、はあ、ほんで前倒しで早く来たらもうこんな明るいんですよ。これ11月やったらドキドキタイムと始まってるじゃないですかね。えほんま久しぶりですね。あ、え？ああ、脱っすか。僕ボラだけです。餌釣りではね。なんか釣りたい。はい、正直でね、いろいろ釣りたいんですけど。ベイトコインちゃいますよ、やっぱりね。ベイトがおったらやっぱり回ってくるんでしょうね。四国もけど釣れてる情報ありますもんね。はいはいはい、だいたい情報聞いていくと釣れてない状態になってますよね。遅いですよね。キノカもブリ回ってるでって聞いて、はい、ほんで違う人が行ったら何も釣れへんかったっつって。まあ炎上ヶ浜はナブラは怒ってたみたいですけどね。ナブラ起きてるとこに投げても反応ないんですか。何投げたんですか。はじめセコンパ投げとってジグ投げて全然反応ないからジグサビも投げた。はい、やっぱり新編ですね、ナブラ打ちは。マイクロウェイトパターンかな思って。はい、あはは。隣の人がもう夕方から何分で60センチぐらいで豚投げる。すごいですね。たまたまなんか回収しよう思ったら手前でゴンと来た。めっちゃいいですね、60センチのヒラメ。よう引いたやろな。あ、でも手前やから、ね、ああ、そうか。上がりかけんとこやった。ああ、そうそう、始めた方がいいですよ。お、クーラー持ってきたんですね。あー、9時にずれましたよ、雨。あ、ずれました。はい、朝天気予報見たら大丈夫そうですよ。9時26分クズクズさん来たで。久しぶりやわ。ほんま明るいで、これ長い時間釣りできるわ。いつも2時間ないか、1時間半しかできへんかったけど2時間たっぷりできますよ。その分体しんどいですけどね。いいふ、はい、血出てくるでしょ。だって去年毎日投げとったら切れて血出てきたから、バンドエイド巻いてそれでやってましたからね。あらららら、おお、こうだんですね。あの新しいタイプ。ああ、いや、あの3ピースの、あ、BB の方ですか。
今 XR じゃないですか、はい、XR じゃないですか今、まあ、XR SS なんだ。ああ、そうなんですね。XR 2万5000円ぐらいだったかな確か。え、3万してたかな3万5000円か。ほんま売り切れてますね。アマゾンも売り切れてましたからね。みんなバババってこうたんでしょうね。全然張りが違いますもん。ちゃうでしょ全然。気持ちいいバトルできますよ。折れないです絶対。よく柔らかい竿やったら車に置いてたら竿先折れたとか聞くんですけど、絶対折れないですよ。ブリかかってこいやってなるの分かるでしょこれ。メジロなんか来たら平ですよ。サゴシは効かないですね。メジロとかは効きますけどね。当初 D でもスルーされましたからね。左当たって僕の右の人が当たって、右の人の真似してんのに右の人また当たって、めっちゃショックでしたよ。ほんでベール外れるでしょ。右の人血抜きしてね、ふんふんふんって感じなのに僕必死でうわーねじれなー。もう悲惨やったわ。 DD はい。いやーでも怖いっすよ。高さ5メートル以上ありますよあれ。幅狭い堤防に乗っからんかったら釣りできないんで、息子が落ちひんかどうかめっちゃ怖てね。もう落ちたら助けられへんで。これも平気でスタッサッサッサ立って歩いてるからもう、ああ、落ちるなよ落ちるなよって何回も言いましたよねえ。僕は一回後ろには落ちましたけどね。焦ったわあれ。大注目でしたよ。ドカーンとか、シラサエビの入れ物とかみんな散乱したからすっごい落としたんですよ。めっちゃ注目浴びました。完全に地面に落ちましたからね、背中もで。テトラじゃなくてよかったと思った後ろ。さあ、そろそろ明るくなってきたから。軽村にしようか。あ、はじけてる。いや、なんかもう抜いてありました。わかりやすい V いっぱい浮いてたんで見たらなかったっす。よっしゃ、腹黒ベイトカラーやで、これイワシやね、これ。おお、クスクスさんが左、あの爆鳥の日以来やな。いつも右でしたもんね。ここさん、そっち結構寄ってるから、ああ降りやすいとこから降りたから。そうです、そうです、そうです。いきなり暗いうちからブリ引っかかってとかいう日以来ですね。お、昨日の投げ出しからちょい過ぎたぐらい、5時35分や。
ぐさん1投目これくすぐさんやで、これとスナイパー、コルトスナイパー愛好会やな。あ、コーヒー買ってきたね、渡すの忘れた。ストライドなしでも余裕でしょ。よし、どうぞ。やっぱ別、すみません、いただきます。 ありがとうございます。カフェオレで行けました。あ、大丈夫。もう暑いわ。昨日売り切れ缶しかなくてね。ああ、ペットボトルが。そうそうそう。で今日コンビニ行ったら入るなり、そこ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 にあるよっていつも会う人一緒やから、あれどこにあんねんって探そうとしたら、ありますよって言って。覚えられてますよ、もう去年も毎日顔合わせてましたから。あかん、ほんま暑いわ、めちゃくちゃ暑い。よいしょ、あっち、よいしょ、暑っ。昨日とえらい違い、昨日より7度6度高いんか。暑いわ。こんだけのぼけりゃ釣れるやろ。おりゃ、何投げてんすか。ジグ。ああ、僕もそこしか狙ってないですよ。15回で落としてます。今日はいいですよ、漁船いっぱい出てるから。昨日1台も出てなかったですもん。はい、このボーい音昨日なかったです。今年も潮悪かった出えへんですね。ねえ、そうです、そうです。それでもあの潮位の差が少ないですけどね。あれ、あ、やってます。だから昨日漁師来たんやな、やっぱりベイトおるんか。そらええわ、夜なってきたな。僕の前にはいないですね。5時40分ベイトピチピチしてるで。ああ、見たいですね。買いに行かなあかんわ。グローじゃないやつ大量に買うてしまった。はい、佐護市で切られてもね。ああ、17回切られてモンスターショットと一緒ですよ。ねえ、去年切られてないのに自分のミスで2回落としましたからね。あれ飛んでった時もびっくりしましたよ。あ、いきなり切れて。痛いよなあいうの。今年今7回目の昭和時期かな、1回もロストしてないです。ほんまいつ当たってもおかしくない雰囲気やのに。昨日一人ぼっちですよ。見渡す限り誰もいてないです。なばら大きいんかな。ポポババさんですかの日からもう何ヶ月経つんやろね。すごいですよね、だいぶ経ちますよね。もう懐かしいなあ。あれ、メジロ釣った日でしたよね。6時20分。あの日あの1本だけやったんじゃないですか。釣れてなかったですよね。だから思わずルアーなんですかって聞いてまいりましたよ。
セットアッパーって帰ってきた時はびっくりしました。2週間前の夕方に、はい、セットアッパーでメジロを上げた。変わりました、変わりました。あれ、前の100均の息子が使ってますわ。はい、これかっこええ言うて喜んで使ってますよ。子供からしたらね、あんなスポーツタイプの時計ないっすか。はい、めっちゃ喜んでますよ。血中酸素濃度測れるんでこうたんですよ。朝起きて寝てる間に測ってくれるんですけど、90とか80何パーとかまで落ちてますよ。いや、僕あの閉鎖性肺疾患あるから、それで苦しいな苦しいな思ってたら、それが原因で酸素量が足りてなくて。苦しいですね。なんか90でも死にそうになりますよ。5時47分、楽しいな。某所 D で画面割れてる時びっくりしましたよ。帰って嫁さんに見せたら、何してんって言われて。でカバー、保護カバーめくったら問題ないから。何も言われんかったんですけど。ほんま散々やったなあの日。落ちるわ、ベール外れるわ、アップルウォッチの画面割れるわ、息子は正直せえへんわ。せえへんかったっす。前の日にピーとか巻き替えてね、ショックリーダーもつけてちゃんと準備したのに、釣れるんかって聞かれたんですよ。投げたら多分厳しいと思うって言ったら、釣れへんじゃってやれへんって言って、でサビキも釣れへんからもう車行くって言って、忍耐力ないわ。またや、ご用件は何でしょうか。元気？少しお待ちくださいって、そんな時間ないんやけど。くださ、はい、とても元気ですよ。元気が良かった、それは。はい、バイ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 。元気らしいわ。勝手に喋り出す。4月5月ですよね。今年なんか早そうな気しますけどね。もう片置きバンバン入れ食いや言うてるんで。6月ぐらいになったらなんかもう釣ったから。去年も6月サゴシ釣れた言うてましたよ。だからもういつ来てもおかしくない状態なんでね。通っていつ当たり出すか。5時52分。今日は時間進むの早い。喋ってるから。食ってきました。わからんだったけど。ああ、ドキッてしますね。もう目の前やったけど。ああ、もう回収寸前で。そうそうそう。ああ、回収寸前得意ですね。狙わずになったら別の字書いて回収寸前けど。はい。もう思うんですけど、考えてなかったからそのまま回収しようみたいな。パーン出てきたから。ここでも目の前でしたもんね、前。
ちょうどあの人立ってる前ぐらいね。あ、もっともか。ああ、なってるな。去年のテトラ落ちたぐらいから右膝がやたら痛くてね、歩いてでももうめっちゃ痛いんですよ。ぶつけたんか。その前に思いっきり大転倒したことあって、釣りじゃない時に、多分それ。この間思いっきりこけました。あ、そうや。足も出えへんし、手も疲れへんし。ああ。ヘルメット被ったからよかったけど。はい。ランプ行ったらパンとこけました。危ねえ。血だらけになるところです。お、ヒットヒット、何それ。わかめヒットや、やった。5時57分クスクスさん、わかめヒットは、やりましたよ、いきなり。向こうにビートが集まってるんちゃうかって、ずっと見てるで。ビートおるで。うまい雰囲気になってきた。もうじき釣れるでこれ。5時58分1分しか経ってない。もわもわもわってなるでしょ。あ、今もなったじゃないですか、もわもわって。あそこ投げたら当たるかも。今ももや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 ずっとなってますね。ずっとなってますね。あそこをめがけて投げたら当たるかも。微妙なとこやな。あ、まだなってる。ほら、ナブル、プチナブラみたいになってる。5時58分なんか、おお、やっぱりやってるやってる。なんかトップでワシャワシャやってる。なんやろあれ。なんかもや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 ずっとしてますね。あそこに掘り込んだらボラ取れますよ。引きは楽しめますよ。めっちゃ引いてましたもんね。めっちゃ重かったですよ、釣りがかりで。目白は軽く超えるぐらいの引きでした。あれは楽しめたわ。初ヒット、今年初ヒットがボラでしたからね。もう一面ボラでしたよ、大群移動で。子供を守るかのように親がついてね。でそれをシーバスが時折バシャバシャバシャって言って。お、6時やドキドキタイムスタートや。6時になりましたよ。ね、もう6時半7時ぐらいの明るさっすよね。上がるです、上がるです。もうすごいですよ。やってる、めっちゃバシャバシャやってるやん。あ、あれか。おお、ほんまや。あの跳ね方ボラじゃない、ボラじゃないわ。変な跳ね方やな。なんやろこれ。ボラかな。なんやろこれ。遠すぎて見えへんな。お、ゴールドスナイパー映ってるで。あんだけやってたな。あの人が竿を曲がれば青物ついてんやな。今の時期のボラうまいですよ。むっちゃくちゃうまいらしいですよ。なんかどっかの店ではタイヤ言うて出してもバレへんらしいですよ。はい、全然臭ない。僕は食べてないですけど、二人にあげたんですけど、二人とも美味しかったから、まだ釣ってって言われましたもん。いや、あの、チヌ釣りで勝手に食ってくるからね。はい。前、去年かな、
2時間ほどの釣りで4匹釣れましたよ。ストリンガーで4匹泳がしてね。めっちゃ重たいんじゃん。重たいです、重たいです。70センチぐらいあるんでね。あれ、ここら辺美味しかったんですか？めちゃくちゃうまかったっすよ。ヒラメの次にうまかったっす。いや、ほんまうまかったっすよ。みんなマダイと一緒に出したんですよ。ほんならもうコブダイばっかり食ってね、マダイ美味しくないって言い出して、はい、美味しいんですけど、マダイ、コブダイが美味しすぎてマダイが負けてね。コブダイはなんかほんまあのヒラメみたいな味なんですよ、どっちかって言ったらね。でマダイはやっぱりまあ普通のタイやなっていう、食べてたら甘くなってくるっていう感じですね。マダイも40センチ。ありましたありました、超えてましたよ。そうそうそう、あ、言いますね、でかなったらね。噛んだら噛むほど甘くなるって感じでした。底引き網来ましたよ。6時4分、底引き網が来た。やっぱあんなんするってことはベイトおるんでしょうね。全く取れへんやったらやれへんもんね。いいよ。え？ボラじゃない跳ね方の。ボラでしょ。ボラじゃない。ボラじゃない？ボラやったらもっと高く飛ぶけど、水面でバチャバチャ言いますよ。なんやろほんなら。何かが跳ねてる。ずーっとあそこにいてますね。こっち来へんかな。あー、でも釣れてる雰囲気ないっすよね。満潮超えたとこですね確か。ほら、ちょうど満潮を超えたとこ。6時6分、近くでベイトがバシャバシャやってるけど遠い。なんやろな、ほんまワシャワシャやってんな。全然釣れてないですよね。この網でみんなこっちに入れてくれたね。ねえねえ、でもちょっとちっちゃなりました。わちゃわちゃね、網で逃げてんかな。一個も一向に釣れてる気配ないですよね。あーすごいね、狙ってますよね。ご用件は何ですかって。ご用件は何にしようかな。今日何、今日何の日、早してよ。すみません、今お手伝いできません。じゃあ出てくんなよ。6時9分、ちょっと離れたところでナブラ怒ってるで。ずーっとナブラ怒ってるで。あれなんやろな。来たで来たで、底引き網。あ、また火焚いてる。火焚いてるでしょ後ろ。火焚いてる。ねえ、今日なんかたかんでもええやろってぐらいぬくいのに。でっかい声で喋っとんな、スピーカーで。今日は底引き網の後ろに鳥ついてないでしょ。11分、遠くのほら底引き網引いてたらいつも水鳥後ろつくのに一個もついてない。今日はあかんって言ったんですかね。
ねえ、どうなってんやー、一個も取れへんやんけって言ってそう。やれ文句言ってるな。うん、釣れ。え？どこ？ラブラみたいになった？トップか、ほんなら。トップ投げようかな。6時13分。ベイトがワシャワシャしてる。なんか。なんか。ナブラみたいな怒ってるし、なんかすげえで。ええで今日。ちょっと。トップ投げてみようか。わっちゃ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 してるで。当たってくれ新編。ほら行くでいい。はい、6時14分ベイトがわしゃわしゃやってるからトップ狙ってんで。おりゃー、船は行き交うわ、ベイトは跳ねるわ。おおおおお、メジロかなんか泳いでった、目の前。うお、え、ここ横、いや、ここ横切っていった、メジロぐらいの大きさの。おお、初めてここで魚見た。でかかった、今のメジロちゃうか、今の50センチ下ぐらい横切ってきましたよ。バイブレーションでちょうどいいぐらいの深さ。おるやん。うわ、大興奮や。見たで。6時18分。目の前、メジロが横切ってった。あ、雨か。やっぱ雨か。うおー、すっげえ波来た。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばい。逃げられへん、逃げられへん。おー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 。メジロおったで。目の前通ったで。でかかったな。こんなキワッキワ通るんや。ほんまにいい雰囲気。日に日によなってる。ああ、行ってこうかな。見てきますわ一回。はい、タモいらんやろ。めっちゃ気になるあれ。はい、つけてます。6時ねえ、6時27分、ナブラ見に行くで。ドキドキタイム終わったけど、バッシャバッシャやってるからもう。え、まあなんとか。なんなんだあれは。するやんけ。うん、うん、かかったのに。あれ、ドキドキするでこれ。
ボラちゃん。くそ、かからんね。すげえな、これ。かからんな。さあ、折れる。おもろ。かからんかな。もうちょいや。うわあ、取れた。おもろい。何も取れんやろ、おもろいこれ。ボラの中になんかおるな。シーバスおるな。ボラの中にシーバスおる。激アツ6時28分。シーバスおる。ボラの中に。バレた。くそ、バレた。呼ばれた。ああ。これでまあ釣れるやろ。新品割れのもだ。いや、新品割れた。もうショック。シーバスおんのにな、中に。かけた、かけた、かけた。ボラボラ、ボラの中にシーバスおる。シーバスいてる。おもろいっすよ。新編折れてもた。新編折れた。はい。ほら。ほらほら、中にシーバスまだってる。でしょ、あれ狙ってるんですけどね。やらないですか。おもろいですよ。多分これでシーバス来たら最高。俺でそう、もったいないから持って帰れたら嫌でしょ、ボラで。よし、ああ、モンスターショットの方がええかな。よっしゃ、あー、よしよく、ドラゴで、ボラやったか、おりゃー、コルトスナイパーからできる技、ボラでした。持って帰ろう。コルトスナイパーの威力っすよ。かかった、やった。半分に折れた新編で釣れた。うわ、自分ヒットや。
よう引くでしょ。何も釣れへんよりおもろい。6時38分一本行ったったで。まだまだおるで。シーバスけへんかな。まだバトってた。まだバトってる。おっとー、くそよ。おお、砕けた新品。ああ、まだいい、まだいいけど。やってるで、やってるで。ほら、バトってる、バトってる。あれ、竿やら、僕のより柔らかいんですか。え、一緒っすね、MH っすよね。お、やった、タモ入れ。やったやった。何も釣れへんよ、おもろいっすよ。シーバスけへんかな。中に混ざってんのにな。モンスターショットの方がええかな今日な。またバーンって切れたら嫌やしな。うわー、取れた。さあ、狙いやんだけどね。この折れたシーバスで、じゃあ折れた新編でも釣れるで。こんな新編、こんな新編だよ。あ、もうあかん、割れてるやん。次釣れた割れるかもな。ええ引き楽しみましたね。引きがすごかったでしょ。目白級っすよ、余裕で。雨降ってるけどやるで。混ざってるシーバス狙いカットビ君。新編ボキボキの俺だから。切れた、切れた。どこ飛んでった。切れてもた。うーわ、2個もロストした。6時42分切れちゃった。100均ジグ、100均ジグでいくで。もったいない。ノット結ばず直結。行くで。行けるやろ。まさかの PE 直結、リーダーなし。100均ジグでもったいない。よし。お、重った。 40g。 うおおおうわ、すげえな。タモパクられへんかな、心配やな。やばいやばい。ああ、か、ああ、上がってけへん。よし。ああ、取れた。取れた。すげえ。
こんなコルトスナイパーじゃないとごぼう抜きできないですよ。あっつ、汗かいてきた。よっ、あっつ、おお、また自分ヒットや。もう、うわ、6時50分目の前はボラでしたけど、自分ヒットなかなかかからんだったな。お、なんか逃げたな。100均ジグ曲がってる曲がってもうた。なんか変な動きするな思ったら、ぐにゃぐにゃに曲がってもうたやん。うわ、弓なりになってる、すげえな。100均ジグでよかった。うりゃ、え、え、なにこれ違う、タコや、タコの仕掛け、タコの仕掛けヒットや、タコの仕掛け。笑かすわこれ。外れた。ま、さらに曲がってぐにゃぐにゃになってもだ。ぐんにゃぐんにゃや。なんで？あ、自分ヒットや。これこの曲がり方なんで？ヒットしたらこんだけ力かかって曲がってまうんかな。うわ、すげえ、もったいないじゃないですか、高いの使うの。カット新編とカットビ君飛んできましたよ。めっちゃショックや。今年初のルアーロストボラでした。6時55。よっしゃい、口や、口にかかった。はい、食ったんかこいつ。暴れてる暴れてる。口で食った、口で食ってるわ。ああ、ぶん曲がってるだわ。重い、こいつ重いわ。あ、ドラッグ全締めでぶっこ抜けな。うわ、重い。おい、切れた。百均ジグ取ってこう。すぐそこやから、すぐそこやから。某所 A 専用の弾、弾いるわ。ゴーゴー抜きしたら折れる、切れる、もったいない。百均ジグとはいえ、はい、まだ百均ジグ。青物狙いに来たんちゃうかったっけ。はい、リーダー君めんどくさい。めんどくさいです、時間がもったいない。あれ、直結でも切れへんすよ。バイト、あの抜き上げるまで全然問題なかったでしょ。よし、僕も2号ですよ。2号じゃないとちょっと心細い。持ってきましたよ、ともうほら短いけど。新品まっすぐや、ほら曲がってないよな。7時2分。お、レア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 、トリプルフック同士おもろいなこんなことあるんや。これどっちの鳥海になるんですか。
トリブルフックどうしかかるか。おもろ。青物狙いに来たはずやのにな。引きおもろいっすよね。ほんまよう引く。もうドラゴン思いっきり締めましたよ。どこ？おお、ほんまや。目の前やん。出てたところ、ウーの大群。あっちも気になりますね。今日あれ、ウオ君早いんすよ、めちゃめちゃ。弾ほったらかしやな、またパクられるで。お祭りした？あ、すいませんね。あ、またや。まだトリブルフック同士かかってた。行けました？中にちっちゃいベイトおった。跳ねましたよ。うん、ベイトめっちゃ跳ねた。ベイトおるわ、思いっきりおるやん。20センチぐらいのね。ほんまっすよ。汗ボトボト。うえっ、めっちゃちっちゃいのに引っかかった。今20センチぐらいの。え、20センチぐらいのね。かかったかかった。こんなちゃんと溜まるでしょうか。はい、よっしゃ。なぜ、え、短いですよ。あそこ専用なんで、 B 専用なんで。なんで皿持ってけえへんねんでね。いや、ボラが最初の入魂嫌でしょ。14分、2本目。おもろすぎ。切れた。また切れた。やっぱ弱いな。ちょっ、はい、まだまだあるで。100均すぐ。なんぼでも乗ってますよ。てってれー。シーバスついてそうですけどね。リーダーなしでも釣り上げれるでしょ。根ずれがさえなければ。はい、切れへんすね。土産ができた。ここにいっぱいいてる。あ、また切れた。また切れた。ねえ、弱いっすね。あかんな。さっき一本あげれたのにね。つぶ時間ないしな。てってれー。どういきましたね。
4個目。うわ今日はルアーロスト激しいな。今まで1回もロストしてないね。よし、ちょっとドラグ緩めようか。かかった時の衝撃が強い。大きいところにベイト溜まってますね。車行ったんやったら新品持ってきてよかった車に新品あんのに100均軸ばっかり持ってきてもだ。何少々お待ちくださいって。うん、砕けまくしたよ。無理やったらねえお、なになになに、あれ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 、見た？ねえ、すげえ海面走ってたで今魚。おもろ。魚がな何かに追い回されてジャンプしたまま泳いでたで。泳げん。ボラ。すみません。よくわかりません。ジャンプさんはご用な、え、ご用件は、は？よくわからん。なんもない。7時29分、わけわからんこと言うな。お、うわ、めっちゃバシャバシャやってるな。なんや、なんかついてるな。うじゃうじゃおるで、ここ。うじゃうじゃおる。うじゃうじゃ、お、かかったー。上下してるだけでかかったー。口で食ってるで。上下にしただけやで、これ。え？上下にしただけでかかったで。よっしゃ。あ、思った。重い。よっしゃ。3本目。ブリやったら嬉しいのにな。一番でかいですね、今までで。上下にやってただけですよ。これ3本ももらってくれるかな。でっか、こりゃでかいわ。ちょっと道具取ってきますわ。クーラーだけですよね、置いてんの。クーラーだけですよね。取ってきますわ。いや、僕もちょっとも心配なんで。あー、おもろ。33分。コーヒー飲んでないな。青物釣るはずやったのに。あぶね、落ちる。青物釣るはずやったのにな。クスクスさんのクーラー。あ、取りました取りました。切れました。すみません、ありがとうございます。これ、ありがとうございます。切られましたか。
切れました。かかってすぐジムパラジェットが、あら、かかってすぐバシッて切れました、はい、勢いやすと弱いやすといますね。かかった瞬間にブーってあのテトラのとこまで持っていかれる。ああ、ネズですか。そうです。おもろいですよね、釣れへんよりは。カットビくん1個、新編1個、100均ジグ3個なくしたんかな。ポケットからどんどん出てくる。4次元ポケットなんで。まだまだありますよ。直結でも釣れるんや、ねずれさえせえへんかったら。あれな、あれジギングちゃいますよね、上下だけさせて釣れたら。胸のジギングです。一応昭和なんですけどね。やり方面白い。僕も投げてないですね。うん、おもろ。なんか怒るな、スクスさんの時だな。雨降っても気になれへんかったわ。結構服濡れ、置きっぱなしのジャンパー濡れてましたよ。濡れてました。はい。ね。っていうか釣り人みんな帰ったんやな。そうですね。ハモパクられてへんか心配やったわ。だいぶ散ったんかな。絶対追い回してそうやけど、あれロッドどっか行った。あー、もう一本向こうか。びっくりした、水路一個間違えた。僕それ誰か別の人の竿かと思って、めっちゃ焦った、パクられたかと思って。おおらへん間に集まってますよ、めっちゃ手前に。こっからできますよ、こっから。こっから。こいつ軽いっす。こうやったら。お、ん？ん？一緒ぐらいちゃいますか？あ、ほんまや。ルアーついてる。ついてないから。はい。ほんまやーって言いかけたけど、ん？って。40g さ、大きいっすからね。大きいっすよ。だって、軽いサウナやったら180とかでしょ？ねえ。はい。あと7分。あと7分。ジグ直結。はいはい、これだけやで。はい、ちょーん。ちょーん。ちょーん。これだけでかかんや。あのテトラに引っ張られたんか。高いとこからやりますね。あんなとこからやってるやら。小学生みたい。ねえ、はい、あっさいわ。ここすぐそこつく。折れへんなった、逃げられたな。あ、おるな、おるな、おるな。うわ、目の前にいっぱいおるやん。ドキドキするわ、ボラやん。ゴリゴリ。お、来た。ダブルヒット。おー、バタってるバタってる。コルト、オニュールのコルト曲がってるで。やったやった。オニュールのコルト曲がった。おー、よう引いてるよう引いてる。
お、ええ曲がり、ええ曲がり。いいバトル。ええもん見れた。ええバトルしてるでほら。おお。ブリやブリ。ブリブリブリ。はあ、切れてもいいからね。ルアー何、ルアー何使ってるんですか。おお、やっぱり100均じゃないとね。おお、見えた見えた。釣りがかりや。釣れや釣れ。おお、玉入れ玉入れ。ぐんげー曲がってる。ぐんにや曲がってる。ナイスキャッチ。おめでとうございます。ボラ。4時44分クスクスさん2本目。自分3本やから全体の超過ボラ5本。シーバスついてるはずなんやけどな。タモぐちゃぐちゃになるでしょ。あびっくりした。あびっくりした。タモすごいことになるでしょ。ぬるぬるで。お湯のタモだから使ってないでしょ。ラバーネットです。はい、つきますよ。もうえらいことになりますよ。その代わり針取りやすいですけどね。絡まないですね、なかなか。この目は、ああ、安物のタモ。めっちゃ汚れた。気持ち悪いぐらい汚れた。たま、これまだ生きてるわ。パクパクしてるじゃん。ね、血抜きしてないわ。おっしゃ。はい。あれこれ取れるやん。怖っ。ここ登るの久しぶりやわ。もう言うてるまと思うんですけどね。茶水汚いですよ。茶色。泉大津サバ。あ、そんだけでかけりゃ価値ありますね。引きはおもろいし食えるし。すいません。はい、あ、よし。必殺ハサミや。今日はお茶屋間に合えへんわ。はい。血抜きしないとね。ちゃんと。キャーッ。僕もですよ。完全に忘れてました。でっかいこれ。これはでかい。フィッシュグリップ一緒やし。あ、そうですか。買い替えたんですよ。あれな、動けへんなってね、錆びて。ガチガチなんですか。はい。中のスプリングが動けへんなったんで。なんかちぎれたで。ぶっちゅうだけどない。お、
ちぎれたベルトが。ベルトがちぎれちゃった。もうあかんな、買い替えなあかんわ。でかいね。うわ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 、気持ち悪い。出てくんなよ。ちぎれた、ここ。ああ。もうあかんな、ボロボロやな。買い直す。どんだけここに引っ掛けてるか。ねえ。動画見てたの。もうバチェンバチェン。もうあかんわこれ。いよいよ買い替えの無理やなこれ。つけるとこないやん。ここでええか。すげえ。けど美味しいらしいですよ。はい。僕は、あ、僕は食わないですけど。あ、おちゃん始まるわ。今日の動画はウルトラロングやわ。ずっと笑ってる。やばい、おちゃん始まるわ。ああ、7時57分。ああ、おもろかった。雨降ってるけどおもろい。気になれんわ。クーラー入るかな、3本も。もうええかな。ちょっと、ブリですね。ブリですね。ブリですね、これ。一応。ちょっと顔違うけど。あ、ないんや、これでも。あら。ないんや。で、めっちゃでかく見えたけど。へえ、これでもまだ目白なんや。翼と目白や。あっかんや。忘れてるもんすね、大きさ。ねえ。絶対80あると思ったら。なかった。めっさでかい思ったのに。ってことは、ブリはごぼう抜きできへんってことや。ですね。これ、でかっ。やっぱり、エキストラヘビーぐらいないと。ねえ。いや、竿はいけるんですけど、糸、ラインが持たない。すげえち。ああ、いかんと、あの、これもらってもらわなあかんので。おばちゃんに。血抜き絶対青もんと思いますよ、みんな。上がったんやな。日本、え、いっぱいあるで。うろこがあるから。ああ、ほんまやね。よっしゃ。おちゃん始まってもだ。ああ。よう、あらだわ。必殺ゴミ袋。僕は食うために釣りましたからね。おもろかったですねけど。はい。お疲れ様でした。はい、いい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしています。